貢献、はい、行きましょう。外した、外した、大貢献外したけど、おおおお、何色まで行くか。これこの前レインボー行った時取り損ねてたもんね。はい、行け行け、レインボーまで行け、いいよ。はい、赤、はい、はい、紫、はい、次大事、はい、行け。あー、なんで俺のために出せないかな。おお、当たりましたね、ありがとうございます。92、ちょっと 見たかったけど、見たかったけどですね。ね、私が多分昨日か一昨日出した動画にレインボーが乗ってたと思います。はい、ありがとうございます。これはつなぎますね。もう20乗ってると。私は残り 172G ですね。今205まで回したところですが、当たっていません。はい、ちょうど今現時間時計はないですが、12時34分です。当たりました、黄色の字が出ましたんでね。では行きましょう。ちょっとね、やっぱり10円スロットなんでもったいないんで揃えていきます。ここに来ればどっち、どっち、とりあえずピンク7狙って、ああピンク7でしたね。はい、ありがとうございます。さあ252G です。ゆうちゃんはビッグだけ6回、私はビッグ5回のバー2回。いやー、本当に2人とも楽しんで打てております。と、まだステップアップの5段階まで来ました。まだ5回連続外してるそうなので、さあこれ5回目、これは6回目、通算俺がメロヘネ打って5回目、5回目か。さあ行きましょう、当たるところ動画に収めたい。今日も外している。あーあーと、これは外れてるみたいだ。青青ピンク以外ない、バーもないんだ。ない、あ、ない、れてない、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 そうです。いやー、5回連続外した。またね、この動画がね、ゆうちゃん一人打ちに来た時とかもね、動画になるんじゃないでしょうか。さあ頑張ってくださいということで、私がね、一応さっきアタッティの動画を撮りました。一応連部がね、今これで4回連続か来ましたんで、よいしょ。あ、ずっと10ですね。ちょっとまだ残り153枚あるんで回していきます。はい、今回はバックチャンでございますが、早い段階で当たることができました。一応ね、まあ、レア役演出で糸リプレイが揃ったということで決定しました。では見ていきましょう。もう狙いますね、すいません、ちょっと、あ、狙っていきます。どっちだ、ピンク、あ、あ、これで当たるかもしれない。はい、ありがとうございます。狙うと言いながら最後まで見てしまいましたね。よいしょ、ここでも揃うのかな。あ、これバーですね。はい、ありがとうございます。はい、ビッグ押しボタン、なんと8回転なんですね。これは 100% なんでしょうか、分かりませんけど、スピード点滅するんで押してみましょうかね。はい、行きましょう。はい、ありがとうございます。私の場合こっちが閉まってほしいんですけどね、後ろの襖じゃなくて。ありがとうございます。お、夜ですね。ビッグ、ここが光るか、チャンスが来ました。さあ、まだここだけは光らせたことがない。ありがとうございます。さあ行きましょう。3、2、1、ゴー。おー、勝った、よ。よかった、動画に収めることができました。初めて今光りましたね。見えたでしょうか。ありがとうございます。これ繋げて申し訳ありません。左上に何時に乗ってるか見ましょう。100か200よね。100か200乗ってるはずです。行きましょう。どうだ。あー、100G でしたね。はい、これは本当にエンディングいくんじゃないかと過信しております。私も残り 125G ですけど、ゆうちゃんがね、一応合算が170分の1になったんでね、終わったという形になります。はい、エンディングまで行きたいんですけどね、上乗せがないとちょっと厳しいですね。ちょっと枚数もまだ1120枚か。あ、スイカか。はい、ちょっと長くなりそうなんで、あたりまでね、終わるか出るか分かりませんが、頑張っていきます。残りね 13G でございますが、いやー、ちょっとね、連分もちょっと残ってたんですが、最後のチャンスになりそうです。見ていきましょう。おお、ルーレットだ。どうなの、いけるか。後期もう一回ルーレット。あー、ルーレットじゃない。いやー、厳しいかもしれないな。発展ですけど、ドアが閉まるか。閉まらない。
まあ最後はねちょっとずっと何事もなく、あー厳しいかもしれない、あーかにも光らない、でもね当たってそうな感じもしますけど、そのまま行きましょう。ダメかな、おおやっぱね当たっとるよね、このセグが良かった、もうギリギリ90でございました。確信はなかったですが、ここビッグではないと厳しい、あー夕方どっちなんだ、どっち、あーやっぱり今日の私はここまでかな、ねえエンディング行きたかったですがすいません、またつなげます。はい残り3時となりました。ねえ、今日はここをね、ここを光らせることができてよかったと思います。で、初めての一括上乗せの220字乗せだということが今日の、私の、過去新記録更新ということになりました。あとはね、エンディングまで行くとか、獲得枚数も今回が一番なんですが、エンディング見ることや中断チェリーをね、まだ聞いたことがないので、これが終わりしたい、また次の日にね、つなげていきたいと思います。おお、なんでこれ、レア役来るね、レア役が来て、閉まればすごい、おおおおカステラで来たね、終わりと思って私もまとめをしてたんですが、ちょうど良かったです、ありがとうございます、マサメネが来てくれました。まあ、V の字ね、なってますね。さあ、あー、ここでまたバーなのか、もう少し粘れるのか、どっち、よし復活、超ギリギリ復活、まだまだ終わらなかった、もしかしたらエンディングいくかもしれません。さあ光るかどうか、あーダメですけどね、ちょっと上乗せ、50時ぐらいにしていきたいと思います。はい再び残り3時でございますが、やっぱり、40時だけ乗せてね、はい終わりになると思いますけど、さっきみたいになればいいなと思って動画撮ってます。合計1427枚ですね、増えるかどうか、減る場合もありますしね。さあこれ一発で終わるのか、あー終わっちゃいましたね。はいこれが一応最後でございました。次の目標はね、球団チェリーと、エンディングまで見るということですね。1430枚、私の過去、イロハニメゴ姫はね、最高枚数となりました。長い間ご視聴ありがとうございました。